うん、ダメだ。もう本当に5時間後ぐらいにはまた練習なので。これダメだよダメだよこれ。弊社もかけるし、いいマッサージになりますね。あります。怪我気をつけてくださいね。頑張ります。おはようございます。ラスベガス2日目朝、久保さんおはようございます。今からですね、アンドリールームに行って洗濯でございます。それが終わってすぐフレディソンパイシャオンの道場に行って練習というところになります。今日も暑いわ。昨日と一緒ですね。天候はご覧の通り超晴れ。あ、昨日もあったな。これこの黄色いバイクかっこいいなって見てたら、暖かいスープ。残っちゃ。ノーマル普通でいいかな。コールド普通でいいんじゃない。普通でいいか。これカード購入、カードだけが$5で、チャージ、チャージで、これ1回が$1.50。そうそう、なるほど、ありがとうございます。うわあ、暑。ただいま9時半です。で、ホテルまでね、メンバーの方が迎えに来てくれるそうなので今待っております。先生おはようございます。今年どうですか。元気です。元気ですか。この後練習して体重落としていきましょう。もうあと、あ、本当ですか。ロングダムロシーロス、はい、はいはい。すごいね、朝からもうみんな汗かいてるわ。はーい、さて、じゃあ着替えますかね。体重測定。うん、ダメだ。さて、練習終わりましたんでね、今から写真を撮っていきます。さあ、これはみんなには言わずに動画です。さあ、2日目朝の練習が終わってからの体重はどうか。OK! クリア。140以下でね、クリアなんでね、 400g アンダー。よしよしよし。ナミ、Do you have enjoy BJJ life patches? I don't. You don't? I don't have patches. Why?Where do I go to get them? Present for you! Ah, thank you! Patchy! Awesome, thank you! Hey, you're welcome! Thanks, bro. Awesome! Okay. Okay. What is that? Do you know Ega Channel? Don't you know. Don't know? I know. Very, very Ega Channel, yeah, 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 yeah. Very, very, very Japanese. Yeah, very famous comedians.Ega Channel. You are checking it. Yeah, yeah, yeah. You are checking the YouTube channel. Okay. Okay. Okay.
さてカフェに来ました。なんかね見たことあるカフェだなと思ったら去年来てバカでかいサラダが来た店だ。思い出したぞ。めちゃくちゃ気をつけて注文しよう。ただ今ジムの皆さんがね大行列をなしてますのであの辺が落ち着くまでちょい待機。さあ4人で2つのサラダを頼みましたがやっぱでかいわこれ。めちゃくちゃでかいでしょ。ほら30センチぐらいあるよ。よかったこれ。去年ねこれ一人で食べましたんで確か15ドルぐらい。あ、oh, thank you。 さあ食べていこう。去年はチキンサラダでしたが今回はフレッシュなやつでチーズもねこれなんだっけな何のチーズだっけなもうわかんねえや。でもしょっぱくてね美味しいです。うん、ヘルシーらしいけど味付けはやっぱ濃いね。すごくねなんか塩味が効いてて美味しいです。うん、あっちホテルに戻ってシャワーを浴びまして、で今からランドリールームで洗濯をします。で洗濯をしたらそのままスーパー行って、もう本当に5時間後ぐらいにはまた練習なのでもう少し食事とっていこうかと思います。せっかくシャワー浴びたんだけどもう汗出てきたわ外出て5秒ぐらいで汗かきますわ。42度なんだもの。今から夜の練習前ですけど、今日練習休みね。これダメだよ。ダメだよこれ。うわ。OK 。いやちょっとこれ食べてよ。OK 。ただ違う箱があるんですか。なんじゃこりゃ知らないね。でかっダメだ先生体重が体重がダメだ。一番ギリでしょ。そうです、我慢しましょう。はいはい、今からですねラスベガス2日目夜の練習となります。でこれがね僕にとっては、試合前最後の練習となるんですけど、明日の1時にですね僕は試合で、エドゥが明日の3時、明日ね3時試合、久保さん明日の5時、5時に試合です。一番遅いいや遅いよ、寝ちゃう。久保さん以外ねみんな体重オーバーしてますんで、ちゃんとね練習して体重ね落としていきたいと思います。練習こんな感じ。じゃあやってきます。夜の練習が終わった段階の体重はめちゃくちゃ低い。
よし大丈夫大丈夫。2日目ね、夜の練習が終わってこんな感じでね、今日はヒートテックを着てバッチリね、最後汗かけましたんで落ちております。本当的に140以下だったらいいんですけど、この状態でね137なんで、この後ちゃんと水分とかバナナとかフルーツとかですねで明日の試合に臨みたいと思います。はい先生、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。明日ついにですね、僕とエルと久保さん、あとパク、パク4人インパクト勢が試合ですので、そう頑張ろう、頑張ります、お願いします。そしてその次の日、先生ですから、先生頑張ろう。先生体重どうですか？体重バッチリ、バッチリ、おー来た、バッチリ、よし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 、バッチリ。先生肩どうしたんですか？肩もともと痛いから今冷やしてる、新しい機械使ってる。すげえ。そう、UFC の夢の商品のこれ使ってるから。じゃあスーパーマシンですね。そう、スーパーマシン。これ冷やしてるんですね。冷やしてる。へえー。すごいすごい。なんかちょっと水みたいの入ってるんですね。そうそうそう。電気入れてすぐ冷やす。すごい。電車もかけるし。いいマッサージになりますね。あります。怪我気をつけてくださいね。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっす。試合前最後の食事の買い出し。いや全部食いたいな、ここにあるやつ。この大きさで10ドルちょいって安くないか。量がえげつないな。すげえ、いろんなチーズとかハムとか置いてありますわ。エナジードリンクコーナー、めちゃくちゃあるな。フルーツが安い。これでも6ドルくらい。まあでも円安だからな、800円900円、でもまあ1000円しないっていうぐらいですね。すごい良心的なのありますよ。フリーフルーツ for kids、 子供のために52どうぞっていう。はい、本日ラスベガス2日目の夜ですね。練習が終わってスーパーに買い物を行って、やっとホテルに戻ってきました。あの洗濯ねすぐやろうと思ったんですけど、だからホテルの洗濯夜の10時までっていうところで、今ちょうどね10時ちょっと過ぎなんですよ。ちょっと間に合わなかったっていうところで、めっちゃ買ってきました。フルーツ、バナナ、チキンサラダ。体重ね結構落ちたんで今日サラダも食べたいと思います。レッドブル、アメリカンサイズじゃない、このジャパニーズサイズ、僕の大好きなシリーズ、これスルミルクの小さいボトルのやつがね4本パックで売ってました。このシリーズ、あの僕結構好きです。いつもね青いやつ飲むんですけど、気分を変えてグレープ、ほらこれはね C4。 この飲み物僕飲んだことないんですけど、あのいつもねトレーニング前に飲んでいるパウダーが C4 っていう名前のやつなんですよ。見た目と名前で買いました。効果と味は全く分かりませんけど、味は一応書いてありますね。ストロベリー、ウォーターメロン、しかもゼロシュガーなんですよ。アメリカのゼロシュガーって、あの本当に信用ならないなと思ってて、どれも結果甘いです。そしてこちらテリン、ラスベガス乾燥地帯です。砂漠のど真ん中にありますので、で絶対にニベアを持ってこようと思ってたんですけど、物の見事に忘れまして、唇ももちろん肌もカサカサっていうことなんで、ワセリン買ってきました。2日目の夜買い物こんな感じでした。結局高かったのってこの辺なんですよね。いよいよ明日試合でございます。お風呂も入ってね、さらにちょっと水抜きをしつつ、今日と明日の朝とかこの辺を食べて試合の方に挑みたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございました。またね明日以降の動画もぜひお楽しみください。ありがとうございました。そうそう、あのねさっき飲んで横に置いてたんで忘れてました。これ買いました。ブラックコーヒースターバックスのやつですね。でさっき飲んだんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。でブラックコーヒーの中でもあの、まあ、苦味とかねその辺も全くなくて、でこれなんかね、あの僕的にですよ、あの僕全然コーヒーのこと全然詳しくないんでわかんないんですけど、僕的には香りがね結構好きな感じでした。優しい感じのブラックコーヒーで、これあのご覧の通りめちゃくちゃ量が入ってます。 1.42リッター入って、これで 6.5 ドル、激安って思って買っちゃいました。ブラックコーヒーがね気になったんですよ。去年の分業ぐらいの時から、あの減量を経てブラックコーヒーが好きになりましたね。まあこちらね、あのもしアメリカに来られて激安なスーパーで発
見した際はぜひブラックコーヒーを好きな方こちらご購入してみてください。はい、以上です。なんのこっちゃ